はい、ピアノの科学です。前回に引き続き、また、動機の基本にのっとって、ちょっと弾いていきたいと思います。もう多分ずっとこのシリーズいつまで続くかわからないですけれど、ずっともうそのことばっかり多分言うと思います。もちろんそれに絡めてハーモニーとかリズムとかそういう他のこととかも絡んで説明したいと思うんですけれど、何しろしつこくその動機の基本、裏拍から表拍っていうのをもう要にご説明したいと思います。本当にね、このやっぱりそのフレーズ感出したりとか、いろいろいろんなね、本とか出てますよね。フランス語の本とかで、もちろん翻訳になってるやつとかでも、そのどこが重心でフレーズのどうとかっていろいろ説明してるのとかっても、もちろん見たことあるんですけれど、どうもねピンとこないというか、複雑すぎちゃうんですよね。でものによってはちょっとやっぱりこう説得力に欠けるというか、もうはてなはてなはてなみたいな、ピンとこないこととかもしょっちゅうあって、やっぱり系統だってこの時はこうっていうふうに言える、なかなか言えるもんじゃないというか、ちょっと無理やり理論を当てはめてるみたいなところがあって、で、これは自分が一番最初からご覧になっていただいている方はお分かりだと思うんですけれど、本当にもうこれさえやっておけば、よくなんか魔法のメソッドとか、なんか、ね、魔法の言葉とかいろいろありますけど、いや本当にもうこれで全部解決するっていうね。もちろんそこからいろいろなことが発生して、コードの個人意識とかいろいろあるんですけれど、連動して全てがうまくいくっていう、こんなに得で一兆何石にもなる方法論っていうか、メソッドっていうちょっとメソッドっていうか、一流の人たちはまあ当たり前にやってることですからね。そこが、分析してよく聞いてみれば分かると思うんですけれど、今日ちょっとモーツァルトのロンド、有名な異端調のロンド、ケッヘル511ですか。これちょっと僕弾いたことないんですが、ちょっと弾いてみたいと思います。これちょっと勉強のためにちょっと触りのとこだけでも何種類か聞いてみたんですけれど、やっぱり皆さんまちまちでうまくいってるところと言ってないところっていうのがあって、本当難しいなと思いますね。特にモーツァルトなんてさじ加減がすごく難しくて、だけどやっぱり裏の拍から構えてるのっていうのは、本当にもうひしひしと明らかに伝わってくることなので、ちょっとその辺気をつけて、いろいろ聞き比べしていただくといいと思います。でやっぱり今日はお話ししたいのは、さじ加減、これがやっぱり一番苦労するところで、特にモーツァルトなんかのデリケートなものの場合とかっていうのは、古典のもののフレージングってよく、どの時代のものを元にしたらいいのかなんてこともね、言われたりとかするかもしれないですけれど、明らかに古典派が一番わかりやすいですよね。バロックなものになってくると、もうちょっと複雑な要素とかも出てきますし、でもやっぱりそれは動機の基本とかっていうのは同じで、やっぱり小説またいで、よく言われるその、ここで一回終わって、要するに小説またいでから、とこう切らず、ここまで切って、でそれはもう皆さん、もう僕が言うまでもなく、そういうふうに部品がなってるわけですけれど、それが小説の頭で終わって、それが部品の頭でもあったりとかって、そういういろいろなこととかが出てきたりとか、あとはポリリズムというか、なんていうか、ちょっとこう、なんていうんですかね、重心がずれたりとか、そういうこととかも出てくるので、そこは複雑なんですけれど、それはチャイコフスキーとかね、ブラームスとかもその辺も同じですけれど、じゃあちょっと、弾きながら止めながらちょっといきたいと思います。
出足の部分、そのやっぱり裏拍から構えようとすると、どうしても例えば僕も動画見返してみて思ったんですけど、なんかそのとかちょっとこうしっかりこっから歌い込もうと思うと、今度は逆にフォルテになりすぎちゃったりとかするんですよね。その構えようとすると、だからそれがとか、あんまりやりすぎずに、要するにこれがおまけになってっていうのがまずいってだけだっていう。例えばなんかロマン・ハナモンとかしっかり歌い込む場合なんか、ショパンなんかのものとか歌い込む場合なんか結構やってもいい場合もあるし、モーツァルトもその辺さじ加減が難しくて、ここなんかだからやっぱりああいう巨匠の人たちとかでもやっぱりうまくいってるとこと言ってないとか、構えてんの同じで、で次の C 動画、これ裏拍から表、3拍目から4拍目。ちょっと強調すればこういう。で、このミでも構えるわけですね。アーティキュレーション、ラーソー、ミまで来てるけど、それはもう表面的なアーティキュレーションであって、こっから構えて。これなんかまあ B フラットのこのこれをもうハサミにって、もうこの和声音、和声音の話はまあちょっと複雑になってくるので、またの機会にお話ししようと思うんですけれど、もう裏の拍から、まあ、これって A のコードのラなんだけど、これが次のコードの、これたまたまコードトーンですけれど、違う場合とかも象徴に出てくる。そうすると、もう次のコードのをハサミに行ったりとか、先取りしたりとかしてることとかがしょっちゅう出てくるので、まあ思いっきり弾ませようなそれが重音できたりとかもするくるので、そこがすごい複雑で面白くなってくると。まあモーツァルトとかだとちょっと分かりづらいですけれど、ショパンとかね、バンバン出てきますしね、もう他の作曲家も。だからラーシーに行くのに、しっかり構えて、本当はここ来るのに下からすくうっていうですね、これをこの動画は今度弾わせになって、今ちょっとオーバーにやりますけど、まあそれでやりすぎるとちょっとデコボコで、例えば弱拍は静かにみたいな注意がほとんどされるんじゃないかなと思うんですけど、弱拍は弱くっていう、そこで説明するともう完全に誤解を招くので、もう本当にやめた方がいいと思います。弱拍は強い時もあるし弱い時もある。だけど構えなきゃいけないってことは同じで、ある意味脅迫よりも一番大事ですよね。要するに柱を立ててるのは、こうやって柱を立ててるのは弱拍からの準備で立ててるわけであって、突然柱がボンボンボンって立つわけじゃないわけですよ。だからそこで構えるってことが大事。強い弱いとかってもうどうでもいい話で、それもいっぱいいろんなパターンがあるので、そんなのをいちいち系統立ててやること自体無意味だし、そのもうとんでもない数になっちゃうので、そんなことよりも裏から構えて、あとさじ加減で考えるって、かし考えた方がシンプル。その代わり、まあたださじ加減に関してはどれくらいいいかっていうのは、もうやっぱりご自分なりにいろいろ、まあシンフォニー聴きまくったりとか、いろんな他のジャンルの一番わかりやすいのは、まあオーケストラだと思いますけど、ピアノ聴いてても絶対わかんないですよね。僕も散々痛い思いしましたけれど、オーケストラとか他の楽器聴くようになって、そういう例えば音程感とかで言ったらチェロとか、ああいう下の低音の方の楽器、まあバイオリンもいいですけど、まあちょっとバイオリン分かりづらいところなので、とりあえずチェロとか聴いてみて、でバイオリンとかも一緒に聴いてみてとか、まあ歌手ももちろんですけどね、話ちょっとどんどん出れますけれど、歌手なんてね、やっぱり現代の歌手と昔の往年のマリオ・デル・モナコとか、マリア・カラスとかね、あの辺の人たちがやってた時代の、もう歌い方が全然違うんですよ。ぶっきらぼうに聞こえるかもしれないですけど、ものすごい和声音と非和声音とかの、色とかがよく出てて、まさに歌手、
さすが歌手っていうかね、まあ、当時はやっぱり指揮者にだいぶ叩き込まれたみたいなので、だからその辺がちょっと後の時代の、歌手の人たちとかよりはやっぱりちょっともう全然技術というか音楽的なところが全然違うというか、すいませんちょっと話がそれましたけど、だからそこ、ちょっとやりすぎたりと、たださっき僕が聞いたその3種類ぐらいの、まあ、あまり名前出しちゃうとなんかおこがましいんですけれど、まあまあ、内田光子さんとかホロビッツとかクラディオ・アラウとかその辺聞いたんでちょっと聞いてみたんですけど、すごいうまくいってるところもあればやっぱりちょっと出すぎちゃったりとか、あんな人らでさえやるで、部分部分で言うとやっぱりさすがにホロビッツなんかその理にかなったことをしてるっていうか、ハーモニーのがよく聞こえてくる、ドミナントのその大自然界系の音がすごく聞こえてきたりとか、そういうのはさすがだなと思いましたね。裏の箱からもう挟んでいってるんですよ。で今僕前のどのシャープこれを忘れましたけれど、これちゃんと小さい時からそういう教育を受けてる子たちはもうここからちゃんとその前のアフタクのドミ入れて弾く癖つけてるから、そういうのさすがだなと思います。もう負けてるなと思いますけど、ついついやっぱり前見ないでミ入れとか弾いちゃいますけど、お前の音楽はここから始める、まあ、オーケストラとかで、ね、一緒に練習するときもそんなことやってられないから練習番組でパンとやりますけれど、まあ、一人でやってるときとかそういうときなんかはやっぱり一応弾いた方がね、音程感じて、説明してるだけで割と時間早い、もう15分ぐらいなのか、ちょっと長いと見づらくなるので、まあ、ちょっとここで止めます。まあ、日和声音に関してはまあ、いろいろまあ、かなり大事な要素になるので、演奏する側とかっていうのはできることって限られてて、もうコードの分析とあとそれが和声音か日和声音かそれぐらいしか、それぐらいしか、それをやった上で強弱つけたりとかいろいろしていくわけですけど、和声音、日和声音が分からないともう話にならないですよね。
もちろん難しいところとか特定しづらいところ、これ何のコードかなってところも出てきますけど、基本的にはやっぱりもうほとんどやっぱり自分で分かってないと、どっちが強いか弱いかって話になるから、それに裏拍からのその動機の基本っていうのは絡ん密接に絡んでくるので、かなり重要な要素になってくると思います。もちろんそういう時とかでも、もう連動して動機の基本についてはお話ししたいと思います。まあ、こういう細かなこととかは、まあ、ちょっと教室とかではレッスンで言わせていただいているんですけれど、まあ、生徒さんとかにも本当に耳たこ、そんなことしか言わないという、まあ、だけど本当にもう嘘のようにもう一発で音変わってきますから、前にも言ったように楽器が変わっても関係ないし、エレクトーンだって管楽器だって弦楽器だって言って音楽のその構造をあれすると、もう前にも一番最初のこの動画でお伝えしている、もう音色も変わってくる。確か、レナード・バーンスタインとかグレン・グールドとかが確か言ってたと思うんですけど、音楽のことさえ考えてればもう音が自然に良くなるようなことを、ちょっと言葉違ったと思うんですけど、まあ、そういうニュアンスのことをまあ、すごい人たちはね言ってたと思うんですけど、まさにそうだと思うんですよね。音色とかってことは、もちろん考えるけど、音楽の質を考えてればそんなの自然についてくるというか、まあそういったことですね。まあ、じゃあちょっと、概要欄の方に教室の方のブログとフェイスブックとツイッターのリンク貼っておきますので、もしご興味ある方はそちらの方の問い合わせフォームがありますので、そちらからお問い合わせいただける、お問い合わせください。以上です。ありがとうございました。また次回お会いしましょう。